皆さんこんにちは、ティンダーの魅惑ボーイキングタケ、ここ桃園にやってまいりました。はい、桃園これこ中華料理です。早速開けたいと思います。ということで、まあ、注文したのは、天津飯と、まあ、肉団子の甘酢あんかけです。中華料理はちょっといろいろあって説明します。先のつもりだけなくコース料理も美味しそうです。2,3 名様、まあ、あとはまあ定食、あとはまあ中華といえばやっぱりフカヒレですね。はい、高級中華ですね。町中華ですね。はい、まあ、肉類とか、はい、あとはまあいろいろありますね。鶏類、あとスープ、飯、あと焼きそば、おね、そして天津類、いろいろありますね。ティンダーの脈覚えていいです。バレーボール VN アランマーレホームの試合、伝送に、まあ、接3日でまさかの負けでございます。ホーム入ってもまさか勝てない状況続くとは非常にがっかりでございます。もうこれはもう9年としか言いようがございません。立て直しする気ないのかと本当に言いたいです。やはり采配がやっぱり失敗なのではないかと。やっぱり失敗失敗失敗、全てにおいて失敗です。以上です。バイバイ。これラーメンのスープらしいね。いただきます。うん、やっぱりラーメンのスープ。天津飯は、うん、あ、白米ですね、普通の、うん、白米な、うん、うん、やっぱお母さんかな、うまい、うん、卵は濃厚、いい餡が出てます、これも、うん、久しぶりだから、チャーハンかと思った、